しないですね。コンクリート工場、コンクリート工場の仕組みを知ってるわけじゃないんですけどね、屋根が崩れ落ちてしまっております。平成30年かな、なんじゃっていう看板が一番古かったんですけども、いや、平成30年に初めて作られて、その後そこまで来たってことはありえないかなと思います。昭和はわからないですが、この辺りの道路自体が平成3年とか、平成3年から確認できた安全が7年とかけて道を作ってきますので、その本能というね、それから後のどこかでもうそんなに新しくない時期に使われていたんだろうかなと思います。そしてですね、この関東、まあ、福島も含めたと思うんですけど、全国的にかもしれないんですが、やっぱり2019年の大きな台風で、もう被害が甚大だったようで、いろんなところはですね、私が行きたいたくさんの場所が、その時の台風で、町が崩落してしまって、まだ復旧が追いついていませんよ。そんなところに予算を取るのは、かなり優先度低いでしょうから、いつ復旧するかわからないんですけれども、とにかくですね、その時の台風の影響が未だに残っている。というのは、観光近郊の林道のトレンドという現状かと思います。